はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はですね、徳力に来てるんですけど、この徳力から市、徳吉にかけて低山がね、低い山が8個ぐらいピークがあるんで、そこをね、ピークハントしていきたいと思います。パチンコの丸銀の横から登れるようですね。本当にね、あるんですかね、こんなとこに登山口が。ああ、ありますね。お墓になってる、ここから上がるみたいですね。では、行ってきます。もうね、いきなり日光が遮られて、結構暗くなりますね。しかも序盤からいきなり大変ですよ、これ。藪の中をね、結構な悪路ですね。ありがたいですね、ロープ張ってくれて感謝ですね。あ、書いてある、なんか あった。徳力定石小嵐山ね。はあ、抜かれとうね。残念ながら見晴らしはないですね。お、あった、ピーク。中嵐山79メートル。ね、さっきの嵐山からは歩きやすいですね。
すごい、これ迷彩柄みたい。この木すごいね。地上に降りた感じですね。あ、かわいい。ミッキーマウス。こっちミニーマウス。やっぱりね、上りよりもこの下りが怖いですね。怖い、降りるの。よいしょ。よっしゃ、着いた。4つ目のピークかな、これ。まだ違うかな。違うか、これ分岐点か。まだ三等三角点到着しました。越の峰、古市越ね、222メートル。あ、こういうこんな感じですよって。どうやら5つ目のピークの古川山にね、到着しそうです。あ、こっちが本当のピークや。最行き小学校6年に行く、小学生もね、来るんですね。古川山頂石222メートル。これが本丸かな。よっしゃ、着いた。お姫山209メートル。かわいいですね、なんかね、名前が。ん？まだ先かな。あ、来た。宮山160メートル。見晴らしはないね。あー、でもなんか嬉しい、達成感がある。はあ、最後の白旗山までがね、なかなかルートが変えにくいのと、なかなかね、きついですね。でも有志の方たちがピンク色のテープ、あ、峠の桜
これ桜の木なんですね。ね、春に来たら良さそうですね。で、有志の人たちがあのピンクのテープをたくさん貼ってくれてるのでね、すごく安心できます。本当ありがたいですよね。はあ、こことかね、分かりやすい場所に2つも。うわ、ちょっと今雲の巣に引っかかりそうになりました。顔面危ない。できました。なんとかね、8つ目のピークを達成して嬉しいですね。ただ山の名前が読めないですね。白旗山、白旗山、八鬼山、八鬼山ね、なんて読むんでしょうね。山の名前って結構難しいですよね。下りがね、怖かったですね、やっぱ。ね、これももういらんね。じゃあこの棒も山に返します。よし、行こう。平坦な道なのでね、もう足取りがかなり軽いですね。はい、地上に降りました。嬉しいですね。ね、8個ちゃんとピーク取れたので今日はもう大満足です。ではご視聴ありがとうございました。頑張ってここらまで歩いて帰ります。